それは制覇する指をフレット刃に対してまっすぐにするっていう。はい、皆さんおはようございます。 SJR ギターウクレレスクール講師の、サモゲです。今回こちらの動画はですね、初心者の方に向けた、動画となっております。制覇コードをきれいに鳴らすコツという題してですね、お送りしていこうと思っております。で、本編の流れなんですけれども、まず1つ目、制覇コードとは、そして2つ目、制覇コードをきれいに押さえるコツ、そして3つ目、これをやったらダメだよと、これやったらうまくならないよっていう、この3つを軸に、お話ししていこうと思います。この制覇コード、初めてウクレレを持った方が出会って、こんなの押さえらんないよって、言いたくなるような、コードであったりします。それをまずきれいに押さえましょう。この動画を見ればきっとあなたもきれいに押さえることができる、そんな動画の内容になっております。なので最後まで、ぜひご視聴くださいませ。それでは本編いってみたいと思います。どうぞ。はい、まず制覇コードなんですけれども、別名バレーコードとも言われたりします。何か、人差し指、中指、薬指、まあ、どこかの指でですね、複数の弦を同時に押さえるコード、いっぺんに押さえるコード、これを制覇コードと言います。例えば Gm7 とか、こういう押さえ方、人差し指で1弦と2弦の1フレットを2つ押さえてます。あとは、B フラット、この Gm7 に薬指を4弦の3フレットつけてつける、この B フラット。そして、他には Cm7、 3フレットを全部人差し指で押さえてしまいます。そして鳴らす Cm7、 そして4つ目、3フレット、1弦2弦3弦の3フレットと4弦の5フレット、薬指を押さえます。 Cm、 こんなコードがあります。この1つの指で複数の弦を押さえる、これを、制覇コードと言ったりします。はい、制覇コードの押さえ方のコツ言ってみたいと思います。早速ですね、大前提があります。それは制覇する指をフレット刃に対してまっすぐにするっていう、これです。これが大前提です。で、これをすれば基本的に綺麗に音が鳴ります。なんだけれども、これがずれてたりすると鳴らないねってなってくるので、いかにこの指を、制覇したい指をまっすぐにするか、そこが、まず一つポイントになってきます。じゃあそれをどうすればいいのか、具体的に、お話ししていきたいと思います。まず一つ目ですね、人差し指の横で押さえる、これポイントです。人差し指で制覇する場合ですね、人差し指の横で押さえる。仮に今日ですね、Gm7 というコードで、お話ししたいと思います。Gm7、1弦1フレット、2弦1フレット、3弦2フレット、で4弦は開放弦。これ Gm7 なんですけども、この時に人差し指が1弦と2弦の1フレットをこう制覇しています。これをですね、普通に押さえるとこう、なんだろうな、表面で押さえるとこうなってしまうんですね。これだと、まあ音は鳴るんですけども、他の指がちょっと窮屈になったりしてきたりします。なので、この時、人差し指がちょっと横の方で押さえます。こっちの方で、親指側の横で押さえる。で、中指をつけて、Gm7。この親指側の気持ち横の方で押さえるっていうのが、一つ目のコツになります。じゃあ、この人差し指の、横の方で押さえるにはどうすればいいのか。ちょっとコツがあってですね。これが2つ目のコツ。ウクレレのヘッドを前に出す。自分の体の、まあ、ちょうど45度ぐらい出しちゃっても構わないです。そうすると多分ね、指板が見えなくなります、ここら辺から。目視できなくなります。なので、まあ、ちょっと顔をこう覗き込ませてみる感じなんですけども。で、こう前に出すことによって、こう手がふっと前に出したときに、こうですね、ふっと前に出したときに、こう横に当たるようになります。これ、真横だとどうしても横に上がろうとするとこうぶつかっちゃうんですね、肘がですね。なのでちょっと前にして、ウクレレのヘッドを前に出して、押さえると、そうすると、気持ち横の方で押さえられると思います。このウクレレのヘッドをちょっと前に出すっていうのが2つ目の、コツになります。そして3つ目のコツ、
ちょっとウクレレのヘッドを前に出しました。その時にですね、親指の位置っていうのがポイントです。1フレットを押さえようっていうと、どうしても親指がですね、この1フレットの後ろ側に行きやすいんですね。そうすると結構ね、こういう状態になりやすいです。斜めですね。これになると1弦が鳴りませんとかなりやすいんですね。なので親指の位置をですね、2フレット側に持ってきます。こうやってこっち側、そうすると手が、指がこうなるんですね。まっすぐなりますね。そうすると揃うのでなりやすくなります。なので親指の位置は、気持ち Gm7 の場合、気持ち、2フレット側の方に持ってくるといいですね。もう一つのやり方があって、指をですね、1フレットを制覇したい場合、2フレット、3フレット、4フレット、こう指を揃えてしまいます。そこから、親指は、そうすると多分人差し指の後ろぐらい、こうか、なんつうの見えないな、こうですね。2フレットの後ろぐらいに親指が来ると思うんですけど、そこから、ここからですね、人差し指をスッと1フレット持ってくる。こう揃えてるところからスッと持ってくる。そうすると多分横でも押さえられるようになるんですね。そして中指を持ってきて、押さえる。この親指の位置を気をつけるっていうのと、が一つ。と、あとは、2、3、4フレットに指を揃えてから人差し指をこっちに引っ張る。こういうやり方もあります。これが二つ目のコツ。そうするとこうなりますね。そして最後ですね、脇、肘、これ重要です。肘が空いてるとこうなってしまいますね。指がこう斜めになってしまいます。なので脇はこう締めると、そうすると自然に手もこう、指もこうですね、こうまっすぐになりますね。なので制覇がしやすくなると。制覇するコードは脇を締める、これ大前提です。なので脇を締めるのでウクレレのヘッドもちょっと前です。そうすると脇がこう締まりやすくなる。で、逆に脇が開くと指がこうなってしまって制覇が難しくなる。なので脇を締めるっていうのが4つ目のコツになります。おさらいすると、1つ目は人差し指の押さえる場所、横の方ですね、親指側の横の方で押さえるのが1つ。そしてウクレレのヘッドをちょっと前に出すっていうのが2つ目のコツ。そして3つ目は親指の位置を気にする、2フレット側、もしくは2、3、4フレットに指を合わせて、そこから人差し指を伸ばす。これが3つ目で、4つ目は脇を締める。この4点を気をつけて、制覇チャレンジしてみてください。あ、大前提として人差し指、制覇する指はフレットに対してまっすぐにする。ここがポイントになります。はい、今度はですね、これやったら制覇無理だよっていう押さえ方、ダメな弾き方、行ってみたいと思います。まず一つですね、手のひらをネックにつけてしまう、親指が横になってしまう、これはもうなかなか鳴りづらい押さえ方ですね。こういう押さえ方ですね、ベタってこうつけてしまう。まあ鳴るんですけどね、こう指がこう動きづらくなってしまいます。なので指は立てる、こうですね。下の1弦が鳴りませんとなってしまいます。なので握り込まない、親指は横にしない、これはダメだ押さえ方、一つ目です。そして二つ目は脇を開けてしまう、こうですね。制覇コードの時、こう脇を開けてしまう、それ指がこう斜めになってしまいます。そうすると音が出ません、綺麗に押さえられない。で、脇は締める、脇を開けるのもダメ。そして指が寝てしまうですね。指の先で押さえないで指の腹の方で押さえてしまう、こう他の指が他の弦に触ってしまう。指は立てましょう、制覇しない指は立てましょう、寝かせたらダメ、これもダメな押さえ方。はい、いかがだったでしょうか。制覇コードについて、解説してみました。
こちらですね、人によって指の長さとか手の長さも、ちょっと違うので、一概にですね、必ずこうすればうまくいくかというと、まあ、そうでもないかもしれないです。ただ今回こちらの動画をですね、ちょっとでも参考にしていただいてですね、自分の押さえやすいポジションっていうのを、見つけていただければと思います。こちらの動画良かったらいいねと、チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。